ミハイル・アナトリエベチ・ケルジャコフは、ロシア・キンギーセップ出身のサッカー選手。ポジションは GK。FC ゼニト・サンクトペテルブルク所属。兄は、ロシア代表の一人であるアレクサンドル・ケルジャコフ。1987年、レニングラード州のキンギーセップで生まれた。当初は、様々なスポーツをやっていたが、兄、アレクサンドルの影響もあり、プロサッカー選手を目指すことを決めた。 フットボールスクールのゼニトでゴールキーパーになり、2004年、ゼニトとプロ契約をした。2003年以来、ユースロシア代表に招集され、2007年には、U、U-21 に招集された。ゼニトでは、第 1GK のビアチェスラフ・マラフエフ、第 2GK のカミル・チョントファルスキーからポジションを奪うことができず、2008年から2009年までの間に、カブリーグに所属するクラブに、 レンタルされた。2010年からは、ロシアプレミアリーグに所属をする FC、アラニアウラジカフカスにレンタルされ、同年4月28日の FC、ロストフ戦で、トップディビジョンでのデビューを飾った。強豪 FC スパルタクモスクワ戦では、ホームアウェーの両方で出場し、ウェリトニア、イブソンの PK を止めたが、いずれも惨敗に終わった。2010年12月27日、 ロシアプレミアへ昇格を果たした FC、ボルガニジニノブゴロドへ移籍をした。ありがとうございます。